どうもフルゼロと申します。今回はシャンクス誕生日記念が来たということで見ていこうかなと思います。来てよかったですね。本当とりあえず一安心です。今回のイベント内容としては大きく分けて2つ。1つ目がアイテム交換所、ログインボーナス、そしてミッションで獲得できるアイテムを使っていろんなものと交換できるといった内容。自分が数えた感じ交換アイテムは計60個もらえるみたいですね。で、内容としてはざっとこんな感じ。自分がおすすめしたいのは攻撃メダルに防御メダルですかね。かけらとか交換してもいいとは思うんですけれども、それよりやっぱり 18% メダルを獲得していた方が後々の恩恵がでかいんじゃないかなっていう風に思ってます。現時点での恩恵もでかいですしね。またシャンクス来るかもしれませんし、攻撃メダルはやっぱちょっと最低でも欲しいですかね。あと防御メダルも、まあそれだけでもう50使っちゃうんですけど。で、肝心の2つ目、レッドシャンクス復刻ということで、とうとう誕生日に来ましたね。確定数がダイヤ2750個、チケット17400円っていう感じで、チケットに関してはいつも基準でいくとまあまだ安い方といった感じです。いや、まあこれを安いっていうのは気が引けるんですけれども、まあまあまだ安い方なのかなとは思います。で、引くべきかどうかなんですけれども、申し訳ないんですが正直人によりますね。それくらいなんとも言えんキャラっていう、いい部分もあるし悪い部分もあるっていう、そんなキャラです。勝率の観点で見れば現環境ロジャー船長が最強キャラだと思っていますし、ゲッターということもあって今後腐る可能性も今までの例で見ると低いです。なので勝率に重きを置く方はロジャー船長を引く方が今までの例とかで見るといいと思っています。シャンクスロジャーだったら、自分だったらまあロジャー船長を引くかな。ただ楽しさの観点で見るとあくまで自分の意見にはなるんですが、シャンクスの方が上なんですよね。今の環境に限った話ではなくって、昨年の覇気状態デフォルト解除環境の時でさえも立ち回り次第ではある程度輝きましたし、やっぱり耐久性とか除いたらアタッカーとして持ってるポテンシャルは非常に高いキャラなんでね。あと非能力者なんで、だからほんとちょっと進めるのかどうかが難しいキャラ、それぐらいまあちょっと絶妙なキャラなんですけれども、今後の流れとして新しいシャンクスが来る可能性があって、その緑シャンクスと同時に併用できないっていう場合があったりするっていうことと、あと今後も覇気状態解除っていうのは増える可能性が結構高いっていうことで、過去の傾向的にゲッターは長生きしがちであることっていう、この辺と先ほどの勝率楽しさ基準で判断していただけたらなと思います。あとはね、他の方とか多分今日かな、まあ明日とかリーグ動画全然バンバン出すと思うんで、そういったものを見て判断するっていうのもいいのかなっていうふうに思います。まあちょっと難しいね本当に。勝率で見ると自分の中でもロジャー船長が上なんですけれども、使ってて楽しいのはシャンクスなんですよ。いやだけどシャンクスはゾロとか来るとちょっとしんどいしみたいな風に、むずいね。まあ、ちょっとコメント欄で皆さんの意見もお待ちしております。これはちょっとねなかなかに難しい判断だと思うんで、まあ大体こんなところですかね。ちょっと引くべきかどうかちょっとどっちつかずで申し訳ないんですけれども、まあ自分の意見としては今言った感じですね。まあ最後にじゃあシャンクス何戦かやって終わろうかなと思います。それでは最後までご視聴いただきというか、まあこれからもちょっとまだ続くんですけれども、ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。はい、じゃあね、最後シャンクス使って遊んでいこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所はヒルシャボですね。どうしようか、2回上上がるならじゃあ自分ちょっとこっち取っちゃいましょうかね。まあ本当に今の環境素晴らしく強いキャラなのかなと思います。やっぱりその攻撃力増加に、あとはまあダメージ減少無視を持ってたりだとか、本当に、ポテンシャルで見ると本当素晴らしいキャラなのかなっていうふうには思っているんですが、ここじゃあ吹っ飛ばしといて、はい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 、はい、どうするかな。一発二発、いやどうしようかな、ここはまあ追いかけようかな。いい地点の方に行きましょうかね。でこの今のもう無敵スキル長いんで、それも素晴らしいですし、どうしようかな。はいはい、じゃあとりあえずここスキル1で吹っ飛ばしておいて、こんな風に最大体力減少っていうのも持ってるんで、そこもまあ強い点なのかなと思っています。ただまあやっぱり結局はアタッカーなんで、そこはね、難しい部分もあんのかなっていう風には思っているんですが、ここ間に合うかな。スキル1打っちゃいいの、はい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 、一発、一発二発の三発、あ、すげえちゃったか。一発二発、一発、一発で、ジャスト回避は無理だけど、ここはスキル2で、KO かな。いや、無理か。一発二発、回避待ちのスキル1、OK。いや、もう本当に、ロジャー船長はバンバン枯れます。ゾロがいなかったら、本当に無双する可能性も、全然高いのかなというふうに思ってますし、ゾロがいたとしても輝けるキャラなのかなとも、思っているんですが、ここどうするかな。あーでもアルベルいるか。だったらちょっといい地点に戻りの、結構味方さん攻めてくれてるんでね、自分はじゃあまあ旗を守るっていうふうに、
していこうかなと思います。たださっきみたいにやっぱりダッシュ速度とかは、まあ、アタッカーなんで、難しい部分はあんのかなみたいな、そんなキャラですね。あ、これ見えてるかな、見えてそうだね。あ、オッケーオッケーオッケー。これスキル1じゃない、これ届くんですよ。はい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 。で上の方に戻りながら、どうしようかな。 D 地点の方多分取られそうではあるんで、そっちに行きたいんですが、1発2発の3発いや合わせられたか。なるほど。でゾロは本当にしんどいんで、そこはちょっとね、ちょっとやめていきたいところではあるんですが、1発、一発二発、一発、ここじゃスキル1、オッケー、はい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 、ジャスト回避、一発二発、で、ここでスキル2、あー、なるほど。いや、やばいかな。ジャスト回避、一発、回避待ちの一発二発の三発。こんな風にゾロも一応倒せるんですよ。頑張ったら。いや、まあ、あれは体力ミリだったんで、あれなんですけど、どうするかな。ここ、とりあえず貯めといて、で、ゾロ、あれ、ロジャーこっち来るかな。ナイス。いや、いいね。じゃあここ最後、4万出るからね。いや、本当に素晴らしいキャラですよ。ありがとうございました。もう一戦やろうかな。はい、じゃあね、ちょっともう一回やっていこうかなと思うんですが、皆さんよろしくお願いします。と7番さん落ちたっぽいね。まあじゃあ引き気味に戦っていく感じにはなるかな。おーおーおー、まあいいでしょう。どうしようかな、こっち降りてくんのかな。まあさっきみたいに本当に素晴らしいキャラではあるんですが、やっぱりね、アタッカーっていうことから難しい面もあんのかなみたいな、そんな感じですね。どうしようかな、これ降りてもいいんだけど、降りてくるかな。あ、オッケーオッケー。じゃあまあ E 地点の方行きながら、あ、来た来た来た。そう、ロジャー船長あれがあんだよね。じゃあここ2人に当てといて、一発、スキル2、はいはいはい、ナイスケよ。やっぱ強いよね。一発、一発二発、一発二発と最大体力減少あるんで、回復されてても、いい性能はあんのかなと。あー、待てよ、シャンクスそっち来てるか。で、これ私食らう羽目になりそうだね。どうするべきか。E 地点の方に行ってるのが多分ボットかな。あ、オッケーオッケー。しゃあないね。一発二発の三発、で、ここスキル1、オッケー。まあ一応通常攻撃3発目でも敵を吹っ飛ばすことができるっていうね。いや、もうそこもね、今の環境に合ってる、素晴らしいいい点なのかなと、思うんですが、ここどうするかな。全員に当てたかったな。そっちに行ったか。なるほど。じゃあここスキル1で2人に当てながら、はい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 。やっぱ火力はとんでもない。一発、そうか。いや、これ、どうなるかな。ジャスト、うわ、マジか、押したんだけどな。まあ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 。はい、じゃあね、もう一回ラストやっていこうかなと思います。皆さんよろしくお願いします。場所アドレスローザステージですね。ここじゃあいただきましょうかね。まあ本当に素晴らしいキャラであることは先に言っておきたいんですが、おー、よきとか。なるほど、やるね。ジャスト回避は無理だけど、一発、いや、ここ真ん中行くか。じゃあここスキル1打っといて、はいはいはい、やっぱ爽快感半端ないよね。一発、いや、どうするかな。あそこ多分取られちゃうんだよね。荒巻のとこ一発二発の三発、ジャスト回避ちょっと下がろうか。はい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 、下がりの下がりので、ロジャー戦にターゲット取っといてスキル1。いや、やっぱね、ほんと火力素晴らしい。うわ、うおー、マジか。いや、解除されてたか。まあ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 、いいでしょいいでしょ。はい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 、大丈夫大丈夫。で、こっちの方にスキルに2人に当てたいね。当たってないか。まあまあいいでしょいいでしょ。はい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 。どうしよう。どうしようかな。これ一発当てるか。一発、一発、あ、ごめん。ジャスト回避。一発二発の三発。これやられるか。ちょっと待てよ。ロジャー船長どこ行ったんだろう。あそこか。ちょっと待て。じゃあここ一応破棄状態つけといて、いやー、先真ん中だよな。一発、こっち、カイドウに当てながら、シャンクスにも当てたかった。ジャスト回避、一発二発。いやー、そっちじゃないんだけどね。一発二発。一発二発の三発。透けるんだよね、一発二発。多分ごめん。ここ取られるし、やられるかも。大丈夫かな。あー、オッケー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 。で、ここ一直線にスキルに。はい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 。いや、やっぱ素晴らしいキャラだわ。ナイスバジュラングだけど、ここは、いや、そっちじゃないんだけどね。まあ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 、ドントマインドということでやっていきましょうかね。お相手さんブーストちょっと下がりながら、はい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 、どうするかな。あそこえぐいな。いや、どうするかな。飛びたいんですが、ここいけるか。
いや無理か、どうしようかな。ロージャー戦はちょっと止めておきたい。いや東洋に止めてもらおうか、でここでスキルに打っといて、はいはいはい、もう攻撃力仕上がったら、こんなもんでございますよ。はいはい、で、一発、あー OK、だったらここもスキル1で KO かな。ナイス。で真ん中、いやちょっと貯めとくか。もう一回ブースト来るかな。来るといいんですけどね。はい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 、ここ貯めといて、はい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 、ここは華麗に避けながら、こっちかな。こっちに言うと KO しておいてあげて、でロジャー船長にタゲ取っといてスキル1 OK。 これ B 取られるな。ちょっと待てよ、やばいか。そっち行きたいんだけど、一発二発の三発、一発二発の三発、オッケー、ナイス。いややっぱ強いな。ありがとうございました。ナイス。